パッションピットはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ケンブリッジ出身のマイケル・アンジェラコスによるエレクトル・ポッププロジェクト2007年にマイケル・アンジェラコスがメンバーを集め5人組のバンドとしてスタート2008年の EP チャンク・オブ・チェンジが話題を集め一躍人気バンドになる2009年にデビューアルバムマナーズをリリース2012年に リリースされた2作目のアルバムゴ o サマ Summer は全米4位で初登場しバンド初のトップ10位を果たした。2015年にはバンドを解体しソロプロジェクトとして制作した3作目のアルバム Kindred をリリース。2017年には4作目のアルバム Tremendous s h Of Love を発表した。パッションピットのメンバー2007年、パッションピットは マイケル・アンジェラコスのソロプロジェクトとしてスタートした。その後、忍者チューンより、シャトル名義で、アングラ・ヒップ・ホップ、ブレイク・ビー・イツ作品をリリースしているネート・ドン・モイヤー、インディ・ーホーク作品を、マイス・プイス上で発表しているイアン・ハルトクイスト、ハルトクイストとバークリー音楽大学のクラスメイトで、アンジェラコスの幼馴染とルームメイトの関係にあった、アヤド・アリア・ダミー。 そしてニュージャージー出身のジェフ・アップルゼッシュを加え、5人編成のバンドとして活動を始める。2008年8月、マイケル・アンジェラコスが当時のガールフレンドのためにバレンタインデーのプレゼントとして書き上げたとされる作品が評判になり、アメリカのインディーレイベルフレンチキスレコーズより6曲入り、EP、チャンク・オブ・チェンジをリリースされる。結局ガールフレンドとは別れてしまったが、 そのエピソードとともに内容が高く評価され、インディー版 EP にして、ベイ MTV で特集が組まれるほどの話題となった。また、収録曲、スリーピーヘッドは、ネオンゴールドレコーズの第一弾リリースとして7インチレコードでも、発売、米 iTunes ス t ア e では、発表発週だけで15万以上ダウンロードされた。2009年5月、フレンチキスレコーズより、ファーストアルバム、 マナーズをリリース。前日のスリーピ b ーヘッドの他にザリーリングやリトル・シークレッツといった曲をヒットさせ、堂々のアルバムデビューとなった。ライブでのマイケル・アンジェラコス2010年、ファーストアルバムマナーズに関する活動が一段落すると、マイケル・アンジェラコスが自身の双曲性障害について語り始めた。精神病院に入院したことや自殺未遂の経験について話し、 アルバム制作中は症状がひどく薬を飲んでいたことや抽象的で曖昧な歌詞はダークなテーマに関するものだと明らかにした。またブレークのきっかけになった最初の EP の前半4曲についてガールフレンドのためのバレンタインデーのプレゼントとして作った作品というエピソードの真相は自分の病気で傷つけてしまった彼女への謝罪の手紙でもあったと告白した。 パッションピットの音楽は明るく陽気なエレクトロポップという一面と意味深い歌詞世界の両面が複雑に絡み合って成り立っていることが明らかになった。同年、アヤアド・アリアダミーは自身のレーベルブラック・ベルレコーズをスタートさせている。2012年5月、前作に続くニューアルバムのリードトラックとしてテイク、Take、a ウォークを公開。6月、続いて、新曲、 I'll be all right を公開。同年7月に2作目のアルバムゴスサマーをリリースし、USB ルボード200で最高4位を記録する。アルバムのツアー中には、マイケル・アンジェラ・コスの双曲性障害の症状が悪化し、一部の公演をキャンセルした。10月には、サタデー・ナイトライブに出演し、アルバムからテイク、エイホークとキャリード・アウェイを披露した。 2013年9月 EP コンスタントカンバセーションをリリースした。2015年4月3作目のアルバムキンドレッドをリリース。US ビルボード200で最高23位を記録した。アルバムからリフテッドアップウェアザスカイハングスアンティルウィーキャントの3曲がシングルとしてリリースされた。アルバムのリリース後、北米と日本ツアーを発表していたが、 アンジェラコスの期間支援と肺炎のためにキャンセルされた。2017年2月から3月にかけていくつかの新曲が YouTube にアップロードされる。7月28日に4作目のアルバムトレメンダスシー・オブ・ラブがリリースされた。ライブでのマイケル・アンジェラコス詳細は英語版 EN パッションピットバンドメンバーズを参照詳細は英語版 EN パッションピットディスコグラフィを参照詳細は英語版 EN パッションピットアワーズアクレイズを参照ありがとうございます